の方が外光イコールお庭もごっちゃにしちゃってますので、外光のその初期の費用で庭の中も一緒に作っちゃうと思いがちなんですよ。後でできるんですよ、庭って。別に絶対に外光で公開する。どうも、外光デザイナーの宮です。今日はですね、最低限の予算なのに優先順位が大間違いな外光トップ7というテーマで解説をしていきたいと思います。皆さんマイホームとか注文自宅を購入する段階で当然ながら予算っていうのは限られてますよね。予算配分をどこに当てるかっていうのはすごく重要な要素になるかと思うんですけど、あ、これをつけちゃったりとか、これを我慢してどうしようとか後悔したくない方がたくさんいますよね。実はですね、多くの方々がやっている外光の優先順位の付け方っていうのはかなり間違いが多いです。というか皆さんは大体ミスってます。限られた最低限の予算の中でどういう優先順位を持って外光を進めればいいのかっていうところを今日は詳しくお話をしていきたいと思います。今日のこの内容を知らないとですね、間違った使い方をするんで後々やってしまうと無駄にお金がかかっちゃう要素の設備があったりとか、反対に先にやらなくてもよかったのに、後回しに全然できたのにっていうものをね、先に取り入れてしまってお金のかけ方を間違えてる方も多いんですね。こういったところが全部解消できます。今日の話をしっかりと最後まで聞いていただいて、正しい優先順位を作った上で家作りをしていってほしいなと思います。今日は予算について解説をするんですけれども、普段は、ね、ウッドデッキとかカーポーズとか外光のデザインとかね、幅広く情報を開示して皆さんにお届けをしております。今後もね、こういった有益な情報を見逃したくないという方、今のうちにチャンネル登録の方お願いします。それでは早速いってみましょう。工事って大体の方がぶつかる壁として思ったよりお金かかるんですよ。予算100万円ぐらいかな、200万円ぐらいはいけるかなと思いがちなんですね。なんでかっていうと、ハウスメーカー小松さんで住宅ローンを組む時の外光の予算っていう枠がね、それぐらい設定されてる方が多いんですよ。100万、200万、300万知らずにそのまま契約しちゃってる方が多いんですけど、ってなると当然頭の中でこれぐらい見ときゃいいんだなと思うじゃないですか。とはいえやっぱ蓋を開けると予算が足りませんっていうことになりがちなんですね。外光って幅広くて、お庭とか表の外光もそうなんですけど、結構いろんな設備あるんですよ。目隠しフェンスとか芝生とかタイルとかテラスとかのいっぱいありますよね。カーポットとか何の要望も聞いてない段階で予算組みをしちゃうので、当然に予算オーバーになっちゃうんですよね。いざ詳しく見出したら、あ、これも絶対欲しいな、どんどん出てくるじゃないですか。そこを加味した上の予算組みであれば問題ないんですけど、そんなことないので、大体がね、家を建てる段階でこの家に関しては大体深掘るんですよ。でも外光はとりあえずこれぐらい見とけばいいですよ、分かりましたと終わっちゃうんですね。ってなると大体予算がしてしまいます。今回もう予算が前提の話で、じゃあ優先順位どうしたらいいのっていうところを深掘っていきたいと思います。最低限ね、予算をかけるんですけど、この中で大間違いの優先順位トップ7解説をしていきたいと思います。まずそのうちの1つ目、豪華な門中に予算をかけすぎるっていうところですね。いつも動画で門中とかお金かけましょう、なぜならね、家のね、顔の主役になる部分ですっていう話をするんですけど、予算200万とか300万ぐらいの方に標準を絞ってちょっとお話をしていきますので、該当する方多いと思います。予算なるべく少なくてちょっと困ってる方、豪華な門中を作っちゃうとお金を持ってかれます。大体費用感として30万40万ぐらいかかるんですね。塗り壁でシンプルで、ちっちゃければ20万とかするぐらいなんですけど、いいものを作った方がいいっていうお話も僕もするし、そうしてほしいんですけれども、そこにお金をかけちゃうと200万とかだと、もう残り150万とかになっちゃうんでね。じゃあどうするのっていうところで、造作の門中のいいところ、これもちょっとご紹介したいと思います。ちなみにですね、造作の門中ってこんなものを指します。おしゃれな造作門中を作るとこんなかっこいい感じが作れるんですね。タイル張りのおしゃれな感じですけど、見た目も良くてメンテナンス性も高くていいよって。ただやっぱり、ね、見ての通りお金かかるんですよ。30万、40万ぐらいかかってきちゃいます。ここまでやってもいいんですけど、もうちょっと下げたいっていう方もいますので、そういった方にはこういった商品もいいよっていうものがあります。タウンカンパニーさんのオスポールとかが安いんですね。これもよくお話するんですけど、これを使った事例も中にありますのでご紹介したいと思います。はい、それこんな感じですね。黒い機能モンチュなんですけど、結構お値打ちです。こういったアイテムを使えば別におかしくないんですよね。造作のモンチュのが好きとか気になると思う方多いかもしれないんですけど、こういった商品を使っていただくことによって費用削減にはつながります。普通に立派な外光ですよね。モンチュがこれだからといってデザインが、ね、悪くなるわけじゃなくて、全然これはこれでありだなっていう雰囲気を出してくれます。ネットで購入する形となってまして、色がですね、マットブラック、マットホワイト、ポールのシルバーですね、3色展開となってます。税込み119,800円で結構お値打ちな金額になってます。さっき言った造作の門中だと30万40万ぐらいかかるのが約12万ですね。それぐらいで落とせるので、費用は削減できるのかなと思います。そこが大きな魅力的なポイントだったと思いますので、機能門中が嫌な方がいいんですけども、スポールみたいなかっこいい機能門中選んでもらえれば費用削減もできて、なおかつデザインも、ね、損ねることなく作ることができますので、よかったりします。スポールいいと思いますので、ぜひ採用してみてください。黒色
だけ結構ポストに物投函するとき傷がつきやすいんですよ。シルバーもいいのかなって最近思ってますので、この辺りの色もね、チェックしてみてください。はい、続いて2000目。高価な駐車場舗装ですね。デザイン性のある舗装のことです。駐車場の舗装結構デザイン迷うんですよ。3台4台ってなると、面積広いですよね。ってなると、どんな形の外構がいいのかなとか、おしゃれな感じにしたいけど、何がいいんだろうみたいな。駐車場と迷うんですよ。コンクリートもあるし、洗い出しもあるし、タイル張りもあるし、レンガ張りもあるし、何がいいか分かんないですよ。混乱して何がいいんだろうって迷子になっちゃうんですけど、なるべく火を抑えたいのであれば、普通のコンクリートでいいと思います。でもやっぱり皆さん思うのが、普通のコンクリートちょっと味気なくないみたいな。なんか寂しくないなんかデザインやってる感じしないじゃんと思う方多いですよね。コツとしては、こういったやり方もあります。これね、2台用のカーポートが付いてるんですけど、普通のコンクリートと洗い出しのちょっとミックスにしてるんですけど、形に変化をつけてアクセントをつけるっていうやり方があります。洗い出しコンクリートのミックスではあるんですけれども、空気が出ます、シンプル。区切ってるだけなんで安い素材なんですけど、区切りが細いの長いのとか、長方形とかいろいろ混ぜてデザインしてるんですけど、要はコンクリートのデザインを変えてあげるっていうのがアイデアよってところですね。こういうランダム調だったりとか、斜め調もあります。こういう風に切ってあげることによって、ちょっと変わった雰囲気になりますよね。実際使ってることとかやってることっていうと、普通のコンクリート売ってるだけなんですね。それ以上何か手を加えてるわけじゃないです。ただ見た目の変化がついてるっていう、そんだけなんですね。でも、やってる感とか、やってる雰囲気出ますよね。これでコンクリートとかをうまく活用してデザインしてもらうのもいいのかなと思います。タイルとか、レンガとか、使ってないと何もやってないんじゃないとか思いがちなんですけど、形を変化をつけてあげるだけでも、印象っていうのを大きく変えることができますので、おすすめです。続いて、3つ目。庭を作り込みすぎです。外構と庭の定義って難しいんですけど、僕らがざっくり言うと、外構っていうのは、機能面でいくつか、表の部分、駐車場とか門柱とかアプローチとか、あれを外構と定義してます。庭に関して言うと、村のプライベートスペースですね。要は、庭っていう部分には生活に対して、そこまで重要性が高くなる。あったら、QOL、生活の質は上がると思うんですよ。でも、外構の部分で毎日車が持ってるくらいとか、駐車をしたりとか、アプローチであれば毎日通る道なので、毎日生活をするにおいて、不便な思いをしちゃう要素がたくさん詰まってるんですね。駐車場が例えば、コンクリートじゃなくて砂だったら雨とか降ると泥まみれになりますよね。でなおかつその足で玄関に剥がるので玄関の中も汚れちゃいますっていうデメリットがあります。庭を作りすぎるっていうどういうことかというと、多くの方が外構イコールお庭もごっちゃにしちゃってますので、外構のその初期の費用で庭の中も一緒に作っちゃうと思いがちなんですよ。だから庭のタイルテラスやウッドデッキも限られた予算の中で入れようとしちゃうんですね。もし予算200万300万とかでウッドデッキとか入れようと思うと、それだけで30万40万飛んじゃうんですよ。なると外構で使える費用を削減しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。後でできるんですよ、庭って別に。だから貯金とかしてもらって将来的にお庭の工事をするとか、そんな感じでもいいのかなと思います。まずは外構、駐車場とかカーポートとかアプローチとか、そこにお金をかけて、庭で多いのはやっぱタイルテラスとか人工芝とか、この辺りを作る方が多いですね。これもちょっと紹介したいんですけど、プライベート性が高い庭、どんな庭かというとこんな感じですね。まず全体的にクローズで隠して目隠しフェンスがあって、人工芝とかが広くあると、お子さんだったりとかワンちゃん飼ってる方がやれば遊べるスペースがたくさんあります。でなおかつこれね、テラス屋根があって、テラス SC っていう商品なんですけど、これだけで 3,40 万ぐらいしちゃうんですよ。下に家具とか置くと雰囲気も出ますし、使い勝手も良くて遊びやすくて文句のない庭かなと僕は思います。ただこれを外構で一緒にやっちゃう、テラス SC、 テラス1000円だけで 3,40 万かかって、人工芝だけで60万、70万、80万かかっちゃうと一気に飛んじゃいますよね。だからごっちゃにせず、一旦外交だけ完成させて、庭作りっていうのはもう後回し、数年後に貯金をしてからやる、この考えでいいんじゃないかなと思います。さっき言ったみたいに中途半端に手を加えちゃうと、それだけでね、予算の半減持ってかれちゃうので、外交も中途半端になっちゃって、お庭も中途半端になっちゃいます。予算を最初から600万、700万かけてもらってる方に関してはまとめてやっても問題ないと思いますので、優先順位として庭は後回し、これでいいと思います。続いて4つ目、後から設置可能な設備。さっきの話にちょっと近いんですけど、さっきは外構とお庭っていう話をしました。次言いたいのが設備ですね。後からできそうなものって皆さん何か思いつきますか？簡単なところで言うと物置とか。そうですね、物置も新築の段階で20万ぐらいがですね、かけちゃう方が多いです。これもね、予算400万とかあれば問題ないと思うんですけれども、予算200万とかでそれをやっちゃうと実質180万しか残らないみたいな。なるべくフルで使ってほしいのにそこで持ってかれちゃいます。カーポートもそうですね。普通のカーポートも後からできます。カーポートも2台をつけるだけで40、50万とか、おしゃれ系だと80万ぐらい飛んじゃうので、カーポート後回しにすればそれだけはね、ちょっと浮きますよね。フェンス系もそうです。目隠しフェンスとか物置、カーポート、ウッドデッキもそうです。この辺は後からでもできます。ただ目隠しフェンスは割と入れてもいいのかなと思います。庭とか丸見えになっちゃうと使わなくなっちゃうじゃないですか。でも庭はね、しっかり目隠しとかしてたらお子さんと遊んだりもできますので、目隠しフェンスとかは優先順位まだ高めかなと僕の中では思ってます。最悪ね、なくしてもらってもいいと思うんですけれども、もし入れ
れるのであれば目隠しフェンスとか入れてあげてほしいなと思います。今回言ってるのは後回しできる設備はやめましょう。もう一回振り返ると、モノキとかカーポート、目隠しフェンスとかフェンス系ですね。あとはテラス屋根とかウッドデッキとか、このあたりは除いてもいいと思いますので、一旦は外交に集中してお金をかけてください。ここを混ぜちゃうと、さっきみたいに中途半端な予算の配布になっちゃいますので、後々やりづらいようなコンクリート、駐車場とかね、そっちにお金をかけてはい、続いて5つ目、高価なフェンスです。目隠しフェンスとかそういった話も分かったと思います。後回し、今度は種類も選びましょうっていう話ですね。どういうことかというと、これちょっとカタログ見ながらご説明します。まずこちらをご覧ください。コスパのいい目隠しフェンス、リクシスなんだとフェンス ABYS3 型、これ一番よく出ます。一番コストがいいですね。よく出る高さ戦略で指標を出しましょうか。一番分かりやすいんで、アルミ調と木目調があるんですけど、アルミ調がコスパいいんでアルミ調で見たいと思います。本体1枚の価格が定価で2万9000円ですね。高さ戦略で幅が2メーターですね。もう一個ご覧いただきたいのが、最近出た商品ですけど、フェンス AAMS1 型、過去メタル調という商品ですけど、さっきと同じ選定できます。高さ戦略で幅が2メーターで、定価で本体1枚12万4000円なんですね。わかりますかね。同じサイズ、ブリウムメタルグレーとブリウムメタルブラウンという、ちょっと錆びた感じのメタル系なんですけど、定価が12万4000円と比較すると、定価が2万9000円、同じサイズですね。桁が1個増えるんですね。10万ぐらい変わってきます。サイズとか機能面、素材も一緒です。で、何が違うかというと、見た目が違うだけなんですね。天秤にかけた時にどっちを取るかっていうところなんですね。で、フェンスって当たり前なんですけど、1枚で使うこと少ないじゃないですか。大体の方、庭の端から端とか庭をコの字で囲いたいっていう方が多いですね。ってなると、どうなるかというと、1枚で10万円の定価の差があります。1枚で終わることって少なくて、大体ね、10枚とか使うんですよ。で、10枚で、さっき定価で10万円ってことは、100万円の差が出るんですね、定価で。値引き入ったとても、60万とか、それぐらいの費用差が出てきます。やっぱりコストを抑えたいとか、優先順位を決めるのであれば、細かい素材にすごくこだわりがあればいいんですけれども、そうじゃなくて、とりあえずフェンスが欲しいとか、おしゃれなフェンスがいいのであれば、全然黒でもいいので、そのあたりのデザインのバリエーションを比較した上で検討してほしいなと思います。さっき言ったね、10枚って言いましたけど、全然10枚以上の方も多いんで、20枚とか普通にありますので、そこも加味するとすごい差になってきますので、何色がいいのかなとか迷う方多いと思うんですけど、黒とかシルバー、僕はいいと思います。全然普通だし、よくやります。おかしくないので、こういった考え方でいいんじゃないのかなと思います。続いて6選目、植物を大量に取り入れる。これもね、最近よくお話しするんですけど、植物も割と高いんですよ。シンボルツリー1本ぐらいだったらいいと思います。これだと3万4万ぐらい。入れる人ってめっちゃ入れるんですよ。10本とか。コスト圧迫しますので、控えた方がいいのかなちょっと難しいんですけど、外交をそこまでやらずに木ばっか植えたいって方であればいいと思うんですけど、木とかって最悪自分で植えれたりするんですよ。ホームセンターにも売ってるじゃないですか。今回のテーマで優先順位なんですよね。だから植物たくさん欲しいのはわかるんですけど、一旦外交設備にも回してたら、余ったお金で植物って考えていいのかなと思います。優先順位は低め。当然外交で植木屋さんに依頼して一緒にやってもらえば一番いいんですけど、最悪ですよ。ホームセンターとかネットでも売ってるんで、ネットだとね、そこまで価格差正直ないんですよ。ホームセンターとか安いんで、数千で買えるんで、買ってもらって、自分で植える。僕自分ちで自分でやったり普通にするんで、スコップで掘って植えて土かぶして水あげるって最悪いいんで、植物もそれはね、枯れるリスクはあるんですけど、植物って全然強いものが多いんですよ。だから正規な教科書通りの植え付けしなくても育ってくれるんですよ。一回チャレンジしてもらって DIY とか、それでも全然いいと思いますので、とにかく優先順位としては外交の設備とか、外交の舗装系とかね、盆地とか駐車場とかクリアした後にスペースだけ残しておいて自分で植えるとか、そういった選択肢も一つ頭に入れておいてください。それくらいだったら1ヶ月2ヶ月後の給料で買って植えることができますよね。そんな感じでいいんじゃないかなと思います。続いて7つ目、不要なデッキやテラスです。これでたまにお話をするんですけれども、小さいデッキとかテラスってもったいないんですね。うちも中古で買ったんですけど、ちっちゃいね、ウッドデッキが玄関先についてるんですけど、最初から使ったことないんですよ。なんなら座りもしないので、やっぱそういうのにお金かかっちゃうともったいないんで、ちゃんとね、広いウッドデッキとか作ってほしいです。これちょっとご覧いただきたいんですけど、大体僕いつもこういう話をしてるぐらいなので、お客様とお話してる時もこれぐらいちょっと大きめにします。で、2メーター以上の奥行きのウッドデッキとかつけたりすることが多いんですけど、これぐらいやっぱ広さを持ってもらうとか、タイルテラスも全く同じ話で、結構広さを出しましょうっていうことですね。こんな形です。タイルでも同じですね。この上で何をしたいかっていう要素が大事なので、タイルテラスとかでもやっぱこの上で家具を出して、お茶できるスペースが欲しいってやれば、それぐらいのね、ケアできる広さは必要。ウッドデッキも同じで、それぐらい必要なのかどうかですね。中途半端なサイズ、1.2 とか 1.5 とかだと何するのってなるじゃないですか。階段で良ければもうちっちゃくていいですよ、逆に。めちゃくちゃ、なんなら階段もいらない派なんですけど、階段つけるぐらいだったら普通のモルタル階段って思っちゃうんですけど、中途半端な微妙な出幅だと本当使いようがなくて座るぐらいしかできないんで、机とか置いたりとかできるぐらいの広さを考えると2メーターとか、なんならそれ以上あった方がいいと思います。お子さんのプールを出すとか、バーベキューのためのソファーとか、そういうことが多いんで、やっぱ2メーターぐらいあった方が絶対使い勝手がいいです。
1200、1500ぐらいが一番微妙な寸法なんで、ここはちょっと覚えててほしいなと思います。使わないねテラスが完成しちゃったらもったいないですよね。そこもしっかり考えた上で計画していってください。はい、ということでね、優先順位外交でここを見ておいた方がいいよっていうポイントに7つ解説をさせていただきました。続いてはコストを抑えるためにはここを気にしてっていうポイントがやっぱありますので、3つぐらいに凝縮したんで、ここも解説をしていきたいと思います。費用を抑えようと思った場合は、ここに気をつけてください。まず一つ目、自分でできる範囲に関しては DIY で対応する。やはり限られた予算であれば、DIY というのは必要不可欠かなと思います。さっきの話、植物の話分かりやすいですよね。植物は僕は自分で植えましたとか、まあそれもいいんじゃないっていう話をさせてもらったんですけど、大きすぎなきゃ簡単なイメージがあります。僕はまあ DIY とかできないタイプだし、やる気がないタイプなんですけど、3メーターとかだとめちゃくちゃ重たいんですよ。自分の身長ぐらい、1.567 とか、それぐらいだったら持てます。1メーター台でやれば皆さんできますので、ホームセンターとかで買ってスコップで掘って植えてもらってもいいんじゃないかなと思います。よくあるのはあと人工芝かな。人工芝も結構高いんですよ。外国屋さんとかで運営すると60万、70万とかかけちゃうことが多いので、ネットで自分で買ってもらって、方法としてはピンで打ったりして固定していくんですよ。下地作りとか大変なので、外国屋さんに下地を作ってもらって、平らにしてもらって、で、防草シートまでやってもらう。で、そこでバトンタッチして、自分で DIY で人工芝を貼る。この中でいいんじゃないかなと思います。そうすることによって結構費用削減になると思います。まず人工芝の代金も当然ネットで買った方が安くなったりはします。ただね、このグレードの部分は何とも言えないので、正直外国屋さんにお願いしてもらったら質がいいものが手に入ってする可能性は高いです。人工芝って難しいので、当然プロにやってもらった方がクオリティは絶対に上がります。ただお金もかかるし難しいんですけど、予算を抑えなきゃ現実いけないので、であれば自分でやってもらう。そこで費用を削減して予算内に収める方法はたくさんありますし、今までの、ね、お客さんもそうやってる方たくさんいました。人工芝を DIY でやるって覚えててほしいなと思います。続いて二つ目、素材の選定です。これね、さっきのフェンスの話がまあ分かりやすいですよね。色のバリエーションの話で素材とは厳密に言うと違うんですけれども、素材の選びもしっかりしてほしいです。タイル張りとかっていうのはさっき30万、40万ぐらいお金かかっちゃうことが多いです。反対に塗り壁とかだと20万ぐらい収めたりしますので、そういった塗り壁にするとか、前半にお話したようにオスポール、機能持ちにするっていうのもありです。造作から機能持ちだともう20万とか10万ぐらい安くなったりしますので、タイルもありますね。輸入物のタイルって平米2万ぐらいしたりするものも中にあるんですけど、アイコットリオさんだと平米8000とかそれぐらい多いんで半分とかやったりしますので、同じものでも安いものに置き換えて使ってやれる。素材の選び方非常に重要な要素となります。続いて3つ目ですね、業者選びを慎重にするですね。これも前提の話として、ハウスメーカー工務店さんに外交をお願いすると中間マージンとして 20% とか 30% ぐらい取られるんですよ。めちゃくちゃでかいですね。それで100万ぐらい損する方もいるので、そもそも優先順位とかコストを意識している時点でまず自分で外交者を見つけましょうっていうのは前提としてあります。その中で今日のテーマまず覚えて取り入れてください。であれば予算削減というか優先順位つけた上で外交計画を設計することができます。業者さんの中にもめちゃくちゃ高い業者さんの中にいたりするんで、企画してもらった上で検討してみてください。で、予算が全てじゃないです。正直安くて悪かろうもあるじゃないですか。なるほど、予算で決めちゃって後悔する人もめちゃくちゃいますし、結局契約解除になってこっちに来るお客さんもいるんですよ。1年に何回か対応するんですけど、しっかりと業者さんを選んだ上で計画するようにしてください。でないとね、結局また後々後悔つながってしまったりとか、これで良かったのかなとか、ね、悩むことになりますし、家を建てた後のストレスを感じながら生活することになっちゃいます。この辺りねしっかり頭に入れながら外交計画だったりとか業者さん選びしっかりとしていってください。はい、ということで、ね、本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今日の内容いかがでしたか。今日の内容がいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。概要欄の方に全国で今フランチャイズ加盟店さん募集してますので、専用の公式内に作りました。加盟店様希望とかちょっと気になる方であればぜひこちらもチェックしてみてください。他にはね、外交未経験の方を応援するサポート企画も始めました。外交をね独立これからしたいなとか迷ってる方ですね、一回相談ください。期間限定の企画なんですけど、僕が全面的にバックアップするっていうね、表上じゃなくてバックに入るんで、構造的には自分でやってる形なんですけど、再現性あるかなと思います。最先端のノウハウとかね詰め込みますんで、今後今独立したいけどちょっと勇気ないなとかなっている方、ぜひ僕も全員サポートしないっていうか少人数しかやらないので、人数絞ったちょっと企画を今考えてますので、気になる方ね専用の LINE ここも立ち上げましたのでよかったら見てください。他にも概要欄の方に公式 LINE のリンクが貼ってあります。登録していただきますと豪華5大特典をプレゼントしています。まず一つ目はオリジナル施工事例集全90ページの大ボリュームの特典となっております。二つ目は基礎商品特集全80ページの初心者必見特典となっております。3つ目は特選商品特集、4つ目外交チェックシート全35項目、5つ目は登録者限定動画のプレゼント。他にも動画でお話しできないような内容もこっそり公式 LINE ではお話ししてますので、見逃したくない方は今のうちに LINE 登録をお願いします。またこのチャンネルでは失敗しない後悔しないの外交について情報を発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。外交悩んでる方めちゃくちゃ多くて、だいたい外交の悩みってやっぱ予算なんですよね。9割ぐらいかな。デザインとかもあるんですけど、
デザインとかよりやっぱ予算が多いですね。冒頭で言ったみたいにやっぱバイクの予算も適当っていうかね、なんとなくで決めちゃって進んじゃって最後2人足りねえっていうことが多いので、なるべくね予算の余白残しておいてもらった方が安泰かなと思います。大体ね今のアベレージ300万400万500万ぐらいが多いんで、それくらいは最低かかるんじゃないって頭でいてもらった方がいいんじゃないかなと思います。今全国的に広げてってますので、気になった方あればどしどしご応募くださいっていうかね、一回相談ください。今提携店も多いのでご紹介させていただいたりとか、一緒に進めている方もいますので、ぜひね興味があればお話しください。ではまた次回にご用意しましょう。またねー。